次に稲田智美さん。稲田さん、おはようございます。自由民主党の稲田智美です。よろしくお願いいたします。ただいまの北村委員のですね、質問に関連をいたしまして、警察庁にお伺いをいたしますが、この大津市の中学生の自殺に関連をして、10月の11日に中学生の自殺があり、そして、そのお父さんがですね、10月18日、10月20日、12月1日と、3回にわたって被害届を警察に提出しようとして、受理されなかったということでございますが、被害者の遺族から被害届を出されたときに、それを受理しないという選択があるんでしょうか。警察庁田中長官官房審議官。被害の申告、被害者の方が被害を申告された場合につきましては、被害者国民の立場に立って対応するということがもちろん基本でございまし、当然でありますので、その点につきまして滋賀県警で現在ご遺族からの相談時の具体的なやり取りなどにつきまして調査中でございます。今後どう県警におきましてその結果を踏まえ適切に対応をすることにしておりまして、さらにこれと合わせて引き続き事実関係の解明を進めていくと考えております。稲田さん。審議官、私の質問にお答えください。私の質問はこの事件ですね、被害者は亡くなってるんです。自殺されてるんです。そしてお父さんがですよ、学校内のいじめ、犯罪が強く疑われるような事実について、警察に被害届を出しに来て被害届を受理しないという選択があるんですかという質問です。警察庁田中審議官。被害の申告をされた場合につきましては被害者の立場に立ちまして被害届を受理するのが基本であるとこのように考えております。稲田さん。ではどうして被害届を受理しなかったのか、またそれから9ヶ月も経ってですね、今年の7月11日に至って初めて受理したのはなぜなのかお伺いいたします。警察庁田中審議官。その点の事情につきましては現在滋賀県警察におきまして当時の警察署における具体的なやり取り等について詳細に調査中でありまして、それを受けて判断する形になると考えております。それから今年になって捜査を開始したのではないかということですが、その間も基本的には捜査が継続しておりましたが、新たな事実が判明したことから事実関係のさらなる解明のために強制捜査、捜索差し押さえが必要であると判断したと、このように承知をしております。稲田さん。ただいまの答弁では被害届を受理する義務が警察にはあったけれども受理しなかった理由を今調べていると、そして7月に受理した理由は新たな事実が判明したということですが、どのような新たな事実が判明したんでしょうか。警察庁田中官房審議官。これはもう報道等にもございますけれども学校あるいは教育委員会において生徒にアンケートを取っておった、それを2回にわたってアンケートを取っておった、その中にいじめを示唆するような発言といいましょうか、アンケート結果が出ておった、このような点から点でございます。稲田さん。おかしいですよ。結局警察に調べてもらおうと思えばですよ、被害届は受理してもらえないと、そして警察に調べてもらおうと思えばお父さんが裁判を起こしてそして大騒ぎになって報道されて初めて警察が動いてくれる、これ反対じゃないんですか。
そんな報道されなくても、訴訟が起こされなくても、被害届が出たら、それがあるかないか、調べるのは警察じゃないんですか。根本的に間違ってると思いますが、いかがですか。警察庁、田中官房審議官。学校におけるいじめ等の問題につきましては、基本的にはやっぱり教育現場における対応を尊重するということでありますけれども、今回のような犯罪等の違法行為があるという疑いのある場合には、これはもちろん保護者の意向あるいは学校の動向を踏まえて必要な警察として必要な対応を取るべきでありまして、その点についても現在調査中であるということでございます、はい、稲田さん。調査中っても明らかじゃないですか。今回の事件、学校現場の教育で解決できる範囲を超えていて、被害者は自殺をしてですよ、お父さんは警察にその被害の状況を訴えてきてるんです。その時点でですよ、犯罪の疑いがあるわけです。そこで捜査を開始しなかったことに誤りがあるということを認めていただけますか。警察庁、田中官房審議官。被害届の受理および捜査の状況の実態につきましては、現在滋賀県警において調査中でございますので、それを受けまして私どもも必要な指導助言をしてまいりたいと考えております。稲田さん。いつまでにその調査ですね。もうこれ問題になってからずいぶん経っておりますけれども、今のその3回の被害届を受理しなかった状況、そして7月11日になぜ受理したのか、この間のことぐらいですね、すぐに調査できるはずです。事実関係ですから。いつまでに調査するんですか。そしてそれをどのような形で、報告されるんですか。警察庁、田中官房長審議官。現在生徒の聴取も含め関係者から詳細な事情聴取をしております。いじめ事案問題、この問題につきましてはなかなか事実関係の確定というのは少年あるいは触法少年が対象でございまして、微妙なところもございますので、これが今警察が捜査をしているあるいは調査をやっております。これが一定の段階に来て初めて全体が分かるということでございます。今しばらくお待ちいただければと思います。稲田さん。素朴な正義感の問題なんです。皆さんも人の親だったら、自分の息子がですよ、こんな目になったらですよ、そんな冷静なこと言ってられないと思いますし、被害届を受理されなかったらどんな気持ちになるんですか。まず犯罪の疑いがあるこのような事案で被害届を受理しなかったことが間違っているということをなぜ認められないんですか。そしてなぜ受理しなかったか、そしてなぜ7月に受理したかということはですね、この犯罪の全体像がどうのこうのということではなくて、警察の内部で調査してもうすぐにその結果を報告できるだと思いますが、いつまでに報告するんですか。警察庁、田中審議官。誠に申し訳ございませんけれども、現在、その点につきましても捜査中でございまして、これを受けて早急に、その点についても解明するように努力してまいりたいと思っています。全体の話をしているわけではなくて、警察の不適合があったのかどうかの調査の期限を質問者がしているのに、これに対して明確な答えがないというのは、少し委員長から指示をいただきます。警察庁の田中審議官、事件の中身ではなくて、警察の捜査、その被害届から捜査に至る、その間の警察の経緯、これについていつまで調査を終えるのか、そういう質問だと思いますから、事件の中身ではなくて、捜査、警察の在り方、そこの点についてもう少し明確に具体的に答えてください。警察庁、田中官房審議官。申し訳ございませんけれども、今何分滋賀県警においてやっている事案でございます。私どもからもこの委員会のご趣旨を踏まえまして、強力に指導をしていきたいと思いますけれども、
今の時点で私の方から何日までというのはなかなか確定的なことは申し上げられないので、本当にお詫びを申し上げます。稲田さん。いや、簡単な事実関係の調査なんです。先ほど早急にとおっしゃったんですね。早急にということは1週間以内ということでよろしいですか。警察庁田中官房審議官。みんなそう思ってますよ。いや、今徹底して捜査をやっておりまして、はい、あ、捜査って事件のこと聞いてその中の話、警察の対応のこと聞いてる。わかりました。その告訴をされた時の対応状況ということにつきまして、新たな事実を、新たな事実はこれは現在の捜査状況と密接に関連すると思いますので、告訴受理時の対応ということでございましたら、これはもう来週の火曜日まで、いや、ちょっと厳しいかと思いますが、わかりました。とにかく早急に今から帰ってからすぐ県警と連携を取りたいと考えております。稲田さん。国会が順調であれば来週の火曜日の午前中に当委員会で、また質疑が予定をされております。月曜日までにですね、書面で、今申し上げた点について、調査報告を出していただけるのかどうか、もう一度答弁を求めます。警察庁田中官房審議官。そのように努力させていただきます。稲田さん。ではその月曜日の報告書を待って、火曜日にまた一般質疑の中で質問をしていきたいと思います。大臣、先ほどの答弁の中でですね、この人権擁護委員が動いているというような話もありましたけれども、今回のような自殺を伴うような重大な事件ですね、これは私は暴行、そして傷害、恐喝といった刑事犯罪に該当するものとして処理をすべきだと思いますが、いかがですか。滝法務大臣。基本的には警察当局がどう判断するかの問題でございますけれども、当然捜査当局は今委員がご指摘のような観点からも関心を持って当たっているとは信じております。稲田さん。信じてるかどうかじゃなくて、法務大臣としてこういった重大なですね、結果を生じるような問題について、事件について、たとえ学校内で起きたとしてもですよ、それを教育現場のものだからといって違い法規にするのではなくて、犯罪事実、犯罪の成立という意味からですね、私は捜査すべきだと思いますが、法務大臣としての見解をお伺いいたします。滝法務大臣。今委員は一般論とこういうことでございますので、そういう意味ではどこの場所であっても刑事事件になるようなものが発生すれば、当然それは刑事事件として捜査結論を得るというのは当然の話だと思います。稲田さん。一般論としてお伺いをいたしますが、今回のように重大なですね、暴行だとか恐喝だとか、また自殺に追いやられるぐらいのですね、精神的な損害を受けて、そしてその結果ですよ、因果関係が立証されるような場合、因果関係が立証されて本人が自殺するような場合は傷害致死が成立する場合もあるんじゃないんですか。滝法務大臣。一般論といっても具体的なイメージになってしまいますけれども、当然そういうような捜査の結果、そういう事実関係が判明すれば、当然刑事事件として、それなりの刑の当てはめをしていく、こういうことは当然のことだと思います。稲田さん。私の質問は、いじめが傷害に該当して、その結果ですね、自殺をして死が亡くなったというような場合には、傷害致死が、因果関係が立証されれば、傷害致死が成立するような場合もあり得るのではありませんかという質問です。滝法務大臣。法律に従って捜査し、刑を当てめた結果、そういうものに該当すれば、当然それはあり得る話だと思っております。稲田さん。また一般論としてお伺いをいたしますが、自殺しても構わないと、死んでも構わないんだと
ということでですね、必要な傷害を繰り返し、暴行を繰り返しですよ、そして死に至らしめた場合、未必の行為による殺人が成立する場合もあるんじゃないですか。滝法務大臣。まあ、そこになってきますと事実関係がはっきりしませんけれども、おそらくそういうことも法的にはあり得るというふうには理解をいたします。稲田さん。警察にお伺いをいたします。こういう生徒がですよ、亡くなったような場合、今の法務大臣の答弁でも、場合によっては因果関係が立証されれば傷害致死に該当するような重大な事件であるにもかかわらず、私はその疑いをですよ、お被害届を出された場合には被害届を受理をしてすぐさま捜査を開始すべき警察の責務があると思いますが、いかがですか。警察庁田中官房審議官。おっしゃる通り、重大な事案が生じた場合につきましては刑事事件として立件する場合が あります。現実に例えば平成22年の神奈川における中学3年生の男子の自殺事案におきましては、同級生3人を暴力行為と処罰法違反で書類送致、1人を児童相談所通告したというような例もございますし、昨年中にも平成22年中にも278人をいじめ事件に関連して事件として捜査をしております。稲田さん。にもかかわらず捜査を開始しなかったこと、明らかに今現時点でも私は警察の対応に問題があったと思いますが、きちんとその点も含めて調査結果を出していただけるようお願いを申し上げます。さて大臣、外国人地方参政権についての大臣の見解をお伺いいたします。滝法務大臣。法務大臣としては今の日本の法制上そういうことにはなっておりませんから、否定をしません、否定しなければいけませんけれども、個人的にも前回この委員会でも申し上げましたように、いいのか悪いのかそういうことも含めて大臣として発言は控えさせてもらった方がいいんじゃないだろうかなと思います。ただ誤解を招くといけませんから、今までの経緯について申し上げます。私はもう今から20年前になりますけれども、開封の帝国会談の際のテーマをどうするかというときに、事務的な折衝の一つの窓口になりました。それは地方公務員に対して在日外国人がなれるかどうかという一つのテーマ、もう一つがこの在日外国人に地方参政権を与えるかどうか、この二つのテーマの事務的な折衝の窓口になりました。でこれは当日の朝までかかって韓国側がこれをテーマから外すという時の折衝の責任者でございました。それからもう一つは自民党の副幹事長の時代に、党としてもこの問題をやっぱり意見を集約していく必要がある、それで、幹事長、筆頭幹事長と副幹事長で議論をいたしましたけれども、その時も議論はつかずに、終わりになりました。以来私はこの問題については関心は持っておりますけれども、今の段階では外国人参政権を認めるべしという結論には至っておりません。はい、稲田朋美さん。長々と答弁いただく必要ないんです。私が聞きたいのは、法務大臣としてこの外国人地方参政権、現在与えてないこと私でも知っております。この外国人地方参政権を与えるべしというのは民主党のインデックスの政策の中に入っておりましたので、法務大臣としてこの外国人に地方参政権を与えることについての見解を問っておりますので、それについて端的にお答えください。滝法務大臣。今までのことを申し上げた上で、私は地方参政権について賛成をいたしておりません。稲田朋美さん。ということは反対であるとお伺いしていいですか。滝法務大臣。法務大臣として賛成とか反対の立場になってないものですから、法務大臣としては申しかねますけれども、個人的には賛成をいたしておりません。稲田朋美さん。個人的には反対だということですか。滝法務大臣。回りくどいようですけれども、結論的にはそういうことと私は認識をいたしております。稲田朋美さん。小川大臣もそうだったんですけれども、個人的にはとかですね、法務大臣としてはって、私これありえないと思うんですよ。
そして、今の総理ですね、財務大臣だったときに、私、質問いたしまして、この外国人地方参政権付与に反対であると、明確に答弁をされました。総理大臣になられてからですね、予算委員会で、このことに質問いたしましたら、憲法上疑義があるというふうにおっしゃいました。法務大臣として、外国人に地方参政権を与えること、憲法上にどのような疑義がありますか。滝法務大臣。まあ、基本的にですね、私は賛成をいたしておりませんから、憲法上の疑義についてまで触れる必要がないかもしれないけども、少なくともそういう憲法上の問題も兼ねて議論をすべき課題ではあるということは認識をいたしております。稲田朋美さん。法務行政を司る法務大臣として、私は憲法上の疑義について法務大臣の立場をですね、明確に述べられるべきだと思います。憲法上どのような疑義がありますか。滝法務大臣。まあ、基本的にはこの日本国憲法というのは国民の福祉構成のための憲法でございますから、当然外国人にまでそのような権限、基本的な政治権限を与えるというところまで憲法が予想していないという意味で疑義があると思っています。はい、稲田朋美さん。いやいや、法務大臣なんですから、憲法15条と憲法93条2項の解釈について述べてください。質問通告してるんですよ、外国人参政権。ちょっとこれ、質問通告してますよ、しかも法務大臣です。しかも事務方、それ憲法6法振らないとわからない。大丈夫ですか、法務省。滝法務大臣。こんな重要な論点について法務大臣が見ないと答えられませんか。まあ、基本的に憲法93条2項に言う住民と、まあ、こういうふうに言うておりますので、そういう意味からも疑義があると、まあ、こういうふうに。稲田朋美さん。ちょっと情けないですね、法務大臣。今の答えになってないんです。憲法15条の問題として、これは議論をされてるんです。もう一度答弁してください。滝法務大臣。もちろん憲法15条の公務員の問題で、はありますけれども、まあ、特に地方参政権ですから、憲法の93条ですか、それを今申し上げたところでございます。稲田朋美さん。憲法15条で、公務員選定罷免は国民固有の権利であると書いてあります。この趣旨は何ですか。滝法務大臣。いわば憲法国家というのは、まあ、国民が当然構成するものでございますし、公務員を選ぶ権利は国民にのみ存在する、こういうことを宣言した条文だと思っています。稲田朋美さん。いや、法務大臣、だからなんで、公務員選定罷免が国民固有の権利なんですかという本質的な問題なんですよ。この外国人地方参政権を議論する場合に、なぜ憲法15条で公務員選定罷免権が国民固有の権利であるのかというところは大変重要で、だから憲法上疑義があるということになるんです。もう一度答弁してください。滝法務大臣。当然現行憲法を前提にすればそういう結論になるだろうと、そういうふうに思います。ただ地方参政権の場合にはこれからの議論という、そういう幅を持った状況の中で出てきた話でございますから、だから憲法から直ちに出てくるのは地方参政権も問題があると、こういうことですけれども、あの時の地方参政権の問題は少し先の話、そういうようなこの幅を持った議論として当時出発したように思います。はい、稲田朋美さん。ちょっと秘書官渡す必要ないですよ。そんなこと、こんなこと答えられなかったら法務大臣って言えないんですから。しかも外国人地方参政権を与えるかどうか、
憲法15条の解釈をどういう趣旨と捉えるかですね、そして、まあ、93条の2項の住民を国籍を要件とするかどうか、最高裁の判決もあるし、これは大変な議論があってですよ、法務大臣も先ほど反対だっておっしゃったんです。ですから、なぜ反対なのか、そして、憲法15条の趣旨からどうして外国人に地方参政権を与えたらいけないと考えておられるのか、その点についてお伺いをしているんです。しっかりと答弁してください。滝法務大臣。今まで申し上げたことに尽きると思います。答えてないんです。稲田朋美さん、はい、答えてないんですよ大臣。今質問です、うん、私本当にもう情けないです。憲法15条というのはですね、公務員選定罷免は国民固有の権利であると書いてあります。これは国民主権を表したものだと一般的に解釈をされております。そして私は日本は主権国家ですから、自分の国のことはやっぱり自分で決めるんです。そしてその自分の国のことを自分で決める、その中にもちろん国会議員もある、地方議員もある、そういった人たちをですね、国民が選ばないと政治に対してですよ、この国の行き先を決める政治について外国人の勢力、外国人の影響を受けてはならないという国民主権、そして主権国家であるということから、外国人に地方参政権を与えることは憲法上義理があると思いますが、大臣いかがですか。滝法務大臣。私もそう思っております。稲田朋美さん。ではそのことをですね、もう一度明確に答弁ください。滝法務大臣。基本的には外国人に選挙権を与えるということは、それは憲法上認めてないところですから。ただ議論としてありましたのは、遠い将来のことで議論があったと思いますけれども、少なくとも現行憲法のことでは外国人に、参政権はない、こういうことは当然のこととして理解をいたしております。稲田朋美さん。いや、私が言ったことに対してそうだと思いますとおっしゃるのであれば、遠い将来であろうが近い将来であろうが、外国人に地方参政権を与えるべきではないという解釈になると思いますが、いかがですか。滝法務大臣。私も そういうような観点から申し上げました。稲田朋美さん。本当に通告も死ですよ。今まで何回も議論になってますし、法務大臣なんですから、憲法解釈について最高裁についての質問が私はあることはですね、十分予想されるわけですから、きちんとですね、私は見解を発信をいただきたいと思います。何ですか、秘書、何を渡すんですか、何を答えさすんですか。ねえ、法務大臣なんですよ。こんな基本的なことについて法務大臣にお任せになったらいいんじゃないんですか。何かおっしゃることありますか。委員長、外国人参政権は憲法上の認められてないという法務大臣。滝法務大臣、何かご答弁ありますか。滝法務大臣。今までの私のここでの発言について、私はその通り逐一申し上げましたから、それ以上のことは申し上げる必要はないと思っています。はい、稲田朋美さん。ただいまのずっと法務大臣の答弁を前提にいたしますと、近い将来であれ遠い将来であれですよ、地方参政権を外国人に与えるということは憲法上できないという結論になると思いますが、それでよろしいか。滝法務大臣。いろんな解釈論としてはあるんですけど、私はそういうふうに思っています。稲田朋美さん。はい、じゃあ分かりました。法務大臣としては地方参政権将来にあたっても与えることはできないという意見だというふうに受け止めました。次に、民法772の問題についてお伺いいたします。民法は一夫一婦制の婚姻秩序維持のために法律婚すなわち婚姻届を出した夫婦を法的に保護すべき、正当な婚姻としております。
まあ、その帰結として、法律婚の婚姻関係が継続中に、妻が解体した子を夫の子として、推定をいたしております。この民法772の趣旨、存在意義、そして現在のこの規定に意味があると思われるのか、大臣の見解をお伺いいたします。滝法務大臣。まあ、家族の根幹を定めた条文だというふうには理解をいたしております。稲田朋美さん。大臣、私はもう質問通告もしておりますし、もう本当に基本的なことを大臣に答弁していただきたいんです。事務方じゃなくて、そして私の質問は民法772と法律婚を、まあ、正式な法律婚を正式な婚姻として、認めて、それを保護するという立場からですね、まあ、婚姻が継続中に妻が解体した子は夫のことを、まあ、強く推定するという、この772の規定、現在もその存在意義があると思っておられるのかどうなのか、その点について、法務大臣の見解を伺います。滝法務大臣。772条というのは、要するに家族夫婦の基本を定めた法律でございますから、当然今もその意義は存続している、ずっと続いているというふうに理解をいたしております。稲田朋美さん。で、772はですね、まあ、婚姻継続中に妻が解体した場合には夫の子であるということを強く推定するんです。これはまさしくですね、父子関係というのは DNA、ね、DNA で決める血縁だけではなくて、そういう問題を、まあ、基礎にはありますけれども、そうではなくて父子だということで、ずっと家庭生活を築いていく、そして父と子としてずっと生活をしている、その平穏な家庭をですね、壊すことはできない。そして誰もですね、 DNA 鑑定持ってきて、あなたはこの子の親ではありませんよということを言えないようにしてるんです。それが今の民法の772の根底にある精神ですが、それについての大臣の見解をお伺いいたします。滝法務大臣。当然今ご指摘のように強い推定規定が働く、推定が働くということはおっしゃる通りだと私も思っております。稲田朋美さん。私が聞きたいのは、その趣旨に法務大臣として賛同するかどうなのかなんです。いろんな考え方があるから、ね、私はそういうことをこそ、私は政治指導って言うんだったら法務大臣はですね、お答えになるべきだと思ってるんです。で、民法772は、まあ、その父子関係について早期に確定をして、この身分関係を安定的に確立することが子どもの保護になると。また不必要に家庭内のプライバシーに立ち入らせないことによって家庭の平和を守るっていうのが法の趣旨なんです。こういうこと私大臣に答えてほしいんですよ、ね、しかし、まあ、ですから安易にこの法制度の中に DNA 鑑定を持ち込んでですね、まあ、父子関係をの推定を外してしまうということについては、私は慎重であるべきだと思いますが、この点について大臣の見解をお伺いいたします。滝法務大臣。まあ、いろんな事情がおありになりますから、それがそれなりにいろんな意見が出てくると思います。基本はこの夫婦間の結びつきというものを安定的に、そして、この子どもにとってもそれの混乱がないようにという意味での強い推定を働く、まあ、こういうような観点からこの772条は考えるべきだというのは、私もご指摘のとおりだと思っています。稲田朋美さん。いや、私の質問は安易にですね、父子関係を確定するときに DNA を持ち込むべきではないと。772というのはその血縁関係だけではなくて、父子関係というのは法律的にですよ、父と子であるということで平穏に家庭を、まあ、営んでいればですね、それを誰も尊重すべきだという法制度なんですから、それを生物学的な DNA 鑑定というものを安易に持ち込むべきではないと私は考えております。その点についての大臣の見解をお伺いします。滝法務大臣。委員がおっしゃるように、当然その強い推定を働かせるべきだというのはご指摘の通りだと思います。ただ夫婦間にはそれが破綻している場合もあるわけでございますから、その時にどうするかという、その第2段階目のこのいろんな判例
あるいはそれに対する手続き、そういうものをそれは付加的に必要な場合があり得ると、こういうふうには法の解釈としてあり得るんじゃないでしょうか。はい、稲田朋美さん。ということは今の大臣のご答弁はですよ、婚姻関係、法律的な法律婚は継続していても、夫婦関係が破綻をしておれば、ね、破綻をしておれば父の推定を外すということも認めるべきだという、そういうご主旨でしょうか。滝法務大臣。破綻をしてて別居を長い間でしているというときに、いろんな法律問題が裁判所にも押し込まれているわけでございますから、それはその時の判断で裁判所がどう判断するかという問題はあり得るのではないかというふうに思っております。稲田朋美さん。最高裁はですね、その推定を外すのに外観的に夫婦関係が存在しない場合と、客観的に見て、例えば刑務所に入っているとかですね、海外に行っているとか、外形的に見てですよ、夫婦関係が存在しないという要件を課しておりますけれども、大臣、単に破綻していると、家庭内別居も含めですね、破綻して夫婦関係がないと、そういう場合にも推定を外すべきだというふうにお考えですか。滝法務大臣。個別の問題は基本的には訴訟によって決められることが多いと思いますから、その訴訟で決められたことを、いやそうじゃないというのは少し行き過ぎのように思いますから、裁判所が認定したことはそれは 法律の精神趣旨の中で認めるということではないかと思います。はい、稲田朋美さん。夫の嫡出推定を外すための認知調停、親子関係不存在は婚姻が継続している場合にもできますか。滝法務大臣。婚姻は形式主義ですから、婚姻が継続しとってもそれは裁判所がですね、事実上別居してて、もう本当の夫婦じゃないということであれば、それは形は婚姻継続しててもあり得るというふうなふうに理解をいたしております。稲田朋美さん。そうしますとですね、今よく離婚後300日以内に生まれた子どもですねの前夫の嫡出推定を外す方法について議論がされておりますけれども、これは婚姻中に嫡出推定を外すような場合にも適用をして、そして婚姻中も嫡出を推定をして他の男性の子どもというふうに認定する場合もあるということですか。滝法務大臣。それは裁判所がですね、そういうふうに認定すればあり得るということだと思います。稲田朋美さん。私はそこはですね、やっぱり大臣見解をおっしゃるべきだと思いますよ。これは婚姻中に離婚後300日以内の問題に限られず、婚姻中でもですね、全く同じ問題が生じるわけです。そういった場合にもですね、この推定を外すのに、今最高裁は外観的に夫婦関係が存在しない場合と、そして下級裁ではもう少し緩やかに解釈している場合もありますが、婚姻中でもその問題は同じように解釈するということでよろしいか。滝法務大臣。私は具体的な事件の裁判官になった時のことを考えるわけにはいきませんから、今までの判例から考えるとそういうことになるんだろうというふうに考えております。はい、稲田朋美さん。大臣、今の民法772ですね、300日以内の問題も含めてどこが問題でどのように改正すべきだと思われていますか。滝法務大臣。基本的にはですね、判例は判例としてあるわけですけれども、その判例に従ってどこまで例えば戸籍を扱う役所がその判例に従った対応ができるかどうか、そういう事務的な手続きとの関係が必ずしも一般には理解されていない、そこに問題があると思います。稲田朋美さん。いや、外国人地方参政権もそうなんです。今のこのですね、民法772の問題も、
法制度としてのですね、家族制度をどうするか、また法律婚、一夫一婦制における法律婚をですね、どのようにして法としてどう守っていくかという非常に根本的な問題なんです。この問題について私質問通告もいたしておりますし、大臣にですね、なんて言うんでしょうか、法務大臣としてのですね、きちんとした見識を示していただきたかったと思います。また次回に質問をしたいと思います。ありがとうございます。